ろしくお願いします。純子氏に引き継いで、私 GoWithWill というツイッター ID でやらせていただいております、カズヤと申します。で、発表を始めさせていただきます。先ほど純子氏が統合 TV 統合 TV ということを連呼してたと。で、作成するお仕事ということでツールを選んでから統合 TV ってどうやってできてるんだと。で、中でもまあ TV で紹介するウェブサイトっていうのはどうやって選んでんだろうというところを中心に話させていただこうかなと思うんですけど、まあその前にちょっと自己紹介を軽く、私は誰だということで、で所属は純子氏と同じ、生物化学科というところに東大のにいます。で4月から構造生物学をやる予定で、でここに来たきっかけというのが、今ここにはいないんですけど、この彼ツイッター D シェルビス C と同じところで働いているんですけれども、から、まあ、メールが回ってきて面白そうだなということでボーノ氏にメールをさせていただいたという次第です。で働き始めが5月から、で先ほど純子氏と次私の後に発表する太蔵綾瀬氏と一緒に始めさせていただきました。で最初の様子もう全然何も分からない、知らなかった単語いまだに分かんないんですけど、ツイッターって何、ツイッターの存在をまず知りませんでした。でググルってなんだとか、アップルと Windows の違いであったりとか、まあ、そろそろいやもう殺されそうな感じで知らないことが多かったというか、まあでもそんなやつでもやっているんだという、皆さん気軽に興味を持っていただければなというふうに思います。で統合 TV を作成する流れっていうのがどうなってるかなという、主に4つに分かれています。で、4つっていうのはウェブツールを選びましょう、こういうのを紹介しようなという、例えば拡散解析ではこういうサイトがあるよ、タンパク質解析だったらこういうのがあるよというようなことが挙げられます。で次が、動画、まあ、説明するからには自分が使えるようにならなきゃいけないということで、こういうのじゃあこのサイト何ができるんだろうということを調べていくということで、動画を撮影して編集してアップロードという手順になっています。で私が今回話させていただくのはこちら上の、動画を作成するウェブツールを選んでサイトの内容を調べるよというところです。下は次に発表する太蔵綾瀬氏が話してくれるかなというふうに思います。で紹介するウェブツールっていうのはどうやって選定しているのかなということなんですけど、まあ、結論から言うと、私全然わからないという人でも大丈夫なようになっています。統合 TV 司令というものがあります。これ何かっていうと、統合 TV の内部向けサイトで各人の進捗状況とかを、記載したりとか、チケットとして統合 TV を作成してほしいコンテンツを上げるようなサイトになっています。だからまあ何がわからないという人でも大丈夫です。でもう一個は、まあ自分が実験や、先ほど純子氏が言ってたように、このサイトわからないよとかいうふうになったときに、自分があれこれ調べていて、じゃあテレビにしてみようというような形の2つの形があるかと思います。でさっき言ったチケットって、何チケットって、何なのということなんですけど、まあ作成する内容が登録されているんだよということと、まあプログラミングとかそういう、まあウェブページ以外にも紹介したいこと、いろいろね、こういう内容を作ってほしいなというのが記載されているページです。でそのチケットが登録される由来っていうのは、まあ各人が必要だと考えたツールをそれぞれが登録しておいたり、外部からこういうのがわからないんですけど統合 TV で説明してくれませんか、なんかちょっと見たことあるような感じかと思うんですけどっていうので出てきたりします。で、次に行う操作というのが、統合 TV 作成のウェブサイトの内容を調べるということなんですけど、その時どんなことするの、このサイトどんな内容でしょうか、他のサイトと違って何がいいのか、俗に萌えポイントなどというらしいんですけどこのサイト何がいいんだろうか、で利用する対象者なんだろうな、で何を調べたい時に便利なのかなというようなことを、まあ勉強してどういうテレビにしていくかというのを考えていくということになります。でウェブツールっていうの、そんなにあるのということなんですけど、もう結論が言うとすごいたくさんあるという、毎年1回雑誌社なんかでこういうような形でも出ていたり、あと他には日本語で紹介したようなバイオのウェブツールに限った本なんかもこんな感じでたくさん出ていたりします。なのでまだまだ紹介しなきゃいけない、まだみんな知らないけれども有用なツールというのがまだまだいっぱいあるということで、統合 TV を作成する人
たくさん募集しているんだよということで、一緒に統合 TV を作ってくれないかなということで、私の発表を終わらせていただきたいと思います。以上です。で、次の発表者は体操綾瀬氏ということになります。ありがとうございました。